はい、TTC の、B コースの皆さん、こんにちは。私は担当の村上です。このビデオでは、このコースについて、簡単に説明したいと思います。はい、このコースの一番大切な目的は、ICT を使うことですね。具体的にどんな ICT を使うかっていうと、この4つは必ずしたいと思います。一つは、学習管理システムですね。このコースではその中でも、Google Classroom を使います。それから2番目はプレゼンテーションソフトですね。パワーポイントを使う人もいてもいいですけど、このコースでは、Google スライド、これを紹介します。それから反転授業というのもありますね。はい。これは、授業の前に今見ている、皆さんが見ているこのビデオのようなものを見て、その後で、教室ではもっと、活動的なことをする。そういうタイプの授業です。はい。そのためにはビデオを録画したりすることが必要ですね。今使っているのもルームというものですが、ルームの使い方をご紹介します。そして4番目に自動採点がありますね。これは Google フォームをクイズとして使うと、先生が採点しなくていいです。これはとても、便利ですから、これもぜひ、使えるようになってほしいと思っています。はい。で、私が、どうしてこのコースをしているか。それはですね、変えたいことがたくさんあります。一つは、先生は ICT を使わないことがとても多いですね。なので、先生に ICT を使ってほしい。先生が ICT を使うようになってほしいと思っています。これはもちろんインドではなく、だけではなくて日本でも同じです。で、先生が ICT を使うと、無駄な時間がなくなります。仕事の時間が短くなるわけですね。ですから、学習者の一人一人と話をすることができるようになります。それから先生はいつも勉強しなければいけません。そのためにもこの ICT を使って無駄な時間を短くする必要がありますね。それから、本で勉強するだけではなくて、他の先生とつながることもとても大切です。他の先生から自分が持ってなかったアイデアを聞いたりすることもできますね。そして先生が ICT を使うようになると、先生だけではなくて、その教室の、学習者、学生の皆さんも ICT をたくさん使うようになると思います。そうすると、学習者はですね、自分で勉強することができるようになります。つまり先生に教わらなくても自分で勉強できるようになるわけですね。そうすると先生の仕事も変わります。先生は知識を与える人ではなくなるわけですね。上に書いたように、学習者一人一人と話したりすることも先生のとても大切な仕事のうちの一つです。そういうことができるようになりますね。そして、ICT が使えるようになると、その学習者は学校を卒業しても、成長を続けることができます。自分で勉強できますから、学校にいなくても成長することができるわけですね。そして、その結果、皆さんが幸せになると思っています。はい。このコースを通して、皆さんが ICT を使えるようになって、そして、その結果、社会が少しでも良くなることを、願っています。はい。それでは、コースで皆さんに会えることを楽しみにしています。ダネバーのね、フィルミレンゲ。